ちは、メグです。今日は日本の代表的なお酒、日本酒について話します。皆さんは日本酒を飲んだことがありますか？私は何回か飲んだことがあります。初めて飲んだ時はあまり美味しいと思いませんでした。でも10年以上前にとても美味しい日本酒に出会いました。まるで果物のように甘くて飲みやすい日本酒でした。私がその時飲んだ日本酒はとても珍しい日本酒だったようで、それ以来その日本酒を飲んだことがありません。もう一度飲みたいと思ったんですが、その日本酒の名前もわからないし、その時のお店ももう閉店しているし、とても残念です。私が夢中になった日本酒。今日は日本酒の歴史について紹介します。調べてみるとびっくりすることもありました。ぜひ最後まで聞いて、皆さんも日本酒に夢中になってください。日本酒が初めて作られたのは約2000年前、日本に米作りが伝わった時だと言われています。九州や大阪、京都、奈良などの関西で日本酒が作られていたそうです。最初に作られた日本酒は口上酒だそうです。口上酒とは口の中で米をたくさん噛んで作るお酒のことです。有名なアニメ映画君の名はでヒロインの女の子がしていましたね。昔は神社の巫女が神様や天皇のためにお酒を作っていたそうです。そして今から約1300年前には中国からお酒を作る新しい方法が伝えられました。そしてお祭りや大切なイベントの時に貴族というお金持ちの人たちがお酒を飲んでいたそうです。それからお酒作りはお寺でも行われていました。奈良県にある正略寺で作られたお酒はとても人気があったそうです。そしてこのお酒が今の日本のお酒作りの元になったと言われています。しばらくすると一般の人たちもお酒を飲むようになり、お祭りやイベントの時だけではなく、普通の日もお酒を飲むようになったそうです。すると、お酒のトラブルが増えてきました。お酒を飲みすぎて酔っ払ったり、病気になったりする人が多くなったそうです。そこで、その時の政府は1252年にルールを作りました。お酒をたくさん作りすぎないこと、そして一つの家にお酒は一つだけ置くこと。今だったらちょっと厳しいルールですね。今から約400年くらい前になると、江戸、今の東京でたくさんのお酒が売られていたそうです。その頃、日本で一番お酒を作っていたのは、今の兵庫県だと言われています。その兵庫県で作られたお酒が東京に運ばれていたそうです。この運ばれていたお酒の名前を下り酒と言っていたようです。そして、あまり美味しくないお酒は江戸に下ることができませんでした。江戸に下るとは東京に行くということです。つまり、あまり美味しくないお酒は東京に行くことができなかったということです。このことから、江戸に下ることができなかったもの、つまり価値のないものという意味から、下らないという言葉ができたそうです。この頃まではお酒を自由に作ることができていました。でも、1875年頃から誰でも自由にお酒を作ることができなくなりました。お酒を作りたい人は免許を取らなければいけません。これは今も同じです。初めてこの免許を取ったのは
奈良県にある神社だと言われています。神社のイベントでは日本酒が必ず必要で、日本酒は神様への最高のプレゼントだと言われています。そんな神様も大好きな日本酒。今でももちろん、たくさんの人が飲んでいます。そして大切なイベントの時も日本酒を飲むことが多いです。例えば、お正月、結婚式、誕生日など、いろいろなイベントで飲まれています。私はこのエピソードを作るために、いろいろな日本酒の本を読みました。歴史を知ると、日本酒をもっと飲みたいと思いましたし、もっと日本酒について知りたいと思いました。皆さんの国や町には、日本酒のような代表的なお酒がありますか？そして、皆さんはその歴史を知っていますか？知らない人は、ぜひ調べてみてください。ありがとうございました。このエピソードのクイズがあります。ぜひクイズにチャレンジしてください。ではまた。